米英戦争に対する反戦運動では、アメリカ合衆国、特にニューイングランドで広がった、米英戦争に対する反戦運動について記す。この反戦運動によって、北東部諸州のいくつかは合衆国から脱退することも深刻に考えた。アメリカ合衆国の歴史の中で国内にこれほどの反戦運動が生まれたのは、例がないことであった。 英英戦争の開戦時のアメリカでは、イギリスの植民地カナダの征服を望む政治家が多かった。アメリカの商船を探して、捕まえるようなイギリスの様々な主権侵害が戦争の推進力となっていた。アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・マディソンやアメリカ合衆国会議長ヘンリー・クレイに率いられる民主共和党の議会高派の指示によって、 アメリカ合衆国議会は1812年6月18日に戦線を布告した。連邦党はニューイングランド選出議員が指導的立場にあったが初めから反対した。アメリカ軍の正規軍兵力はまだ大変少なく戦争遂行のためには州民兵を招集しなければならなかった。北部の州はその産業がイギリスとの貿易に依存しており、その政治家は イギリスと戦争をする可能性に脅威を覚えた。議会の連邦党は宣戦線布告後すぐに結束して反対を唱えた。会員議員諸君に訴えるイギリスとの戦争についてと題する文書が会員の連邦党員36名中34名の署名入りで広く回覧され、この問題に関する連邦党の見解とされた。この中で戦争を始めるために 民主共和党が使った議会捜査は非民主的であり、大義制の自由に敵対するものであるとし、海洋での商売に対する攻撃への反応としての陸の上の戦争は正当化されず効果的でもないこと、戦争はイギリスと戦争中であるフランスとの関係も複雑にする危険性があること、戦争の準備ができておらず、戦力も弱いアメリカでは、 侵略戦争が侵略される戦争になる失敗が予測されるとしていた。連邦党員の中には戦争への協力を拒む者も現れた。マサチューセッツ州知事のケレーブ・ストロングは戦争を支援するために州民兵を招集することを拒んだ。ストロングは州の権限に関わり州民兵を招集できるのはアメリカ合衆国大統領ではなく、 州知事のみであるという見解だった。この行動によって軍隊が志願兵を募る、さえの困難さが増し、戦争が長引くにつれて重大な問題となっていった。しかし、連邦党は国の政策を変えるほどの力を持たなかった。戦争が長引くにつれて、連邦党員のイライラは募っていった。結果的に連邦党の強い地盤である、 ニューイングランドのいくつかの州で合衆国からの脱退を考え始めた。マサチューセッツ州、コネチカット州、ロードアイランド州、およびバーモント州やニューハンプシャー州の反対派の軍からの大議員26名が集まって、ハートフォード会議が秘密裏に開催された。まず、マサチューセッツ州の大議員が1814年10月10日に呼びかけ、表面上は会見を議論し、 1815年1月5日まで続けられた。その最終報告書は公然と脱退を進めてはいないものの、以前に民主共和党が支配する議会で通すことの叶わなかったいくつかの憲法の改正を要求していた。これは脱退という脅しをかけることで、ニューイングランドのために有利な条件を取ろうという駆け引きだった。しかし、会議の委員たちが交渉のために、 ワシントン DC を訪れた時、イギリスとの和平条約が成立したという知らせに迎えられることになった。頑丈条約は基本的に戦争前の状態に戻すことが盛り込まれていた。この事態は連邦党の潜在的な支持をなくし、言い訳なしに裏切りに近い提案をしようとしていたことになった。連邦党の委員たちはすぐに、 マサチューセッツ州に引き返したが、連邦党そのものが致命的な打撃を受けた。愛国者的感情が当初戦争を支持した。これは、連邦党の地盤以外の州では大変強いものだった。しかし戦争が長引き、アメリカ軍がいくつかの挫折を繰り返すに及んで、連邦党議員以外から戦争に反対する声が上がってきた。その一つの結果として、 実際に軍隊に加わり戦闘に喜んで参加するという者がほとんどいなくなった。例えば、イギリス軍がナイアガラトリデを占領して、ルイストンの街を襲った後で、ジョージ・マックルア将軍が地元の民兵を招集して、イギリス軍の追い出しを図ったが、これに応える者がほとんどおらず、繰り返し徴兵を行うことやその前の敗戦のことで疲れ果ててしまった。 徴兵に応えるものがあったとしても、その家族や財産の世話に関心を残し、それらを内陸に運んでから軍隊にやってきて戦うと、マックルアは書き記した。このことは、国の徴兵事務にも同じように現れた。合衆国議会は、陸軍省に5万名の1年間志願兵の長母を、認めたが集まったのは1万名かそこらであり、 陸軍兵力が認められた数字の半分に届いたことは一度もなかった。徴兵制度の案が議会に提出されたが、ダニエル・ウェブスターの働きにより廃案となった。いくつかの州議会は徴兵制度を成案させた。最もよく知られた高派のヘンリー・クレイの出身州で、あるケンタッキー州ですら、1812年に徴兵できたのは400名に過ぎなかった。 戦争が終結する時になって、やっと過去の高派の人気が盛り返した。合衆国議会の少数派であった連邦党指導者ジェームズ・エーバヤードは、強制長簿を排除するための米英戦争について、どのような戦争を続けても、この情報を共要することはできないだろうと語った。また、イエール大学の学長ティモシー・ドワイトは、フランスと同盟を組むことを恐れて、 フランスと触れることは汚染である。その法要は死であると語った。民主共和党員の多くは、前線布告がなされた後は、反戦の動きを裏切りあるいはそれに近いものと見ていた。首都ワシントンのナショナルインテリジェンサーは、戦争が宣せ,せられた。あらゆる愛国者の心は、その支持のために一つにならなければならないと書いた。オーガスタクロニクルは、 我々と共に戦わない者は我々に攻撃をするものであると書いた。この感情は特にボルティモアで強かった。ボルティモアは当時、フランス、アイルランド及びドイツからの移民で人口が膨れ上がっており、これらの人々は特にイギリスを憎んでいた。1812年初期、反戦連邦統計新聞社、フェデラル・レパブリカンを狙ったいくつかの暴動が起きた。 その事務所はボートに破壊された。一方、イギリスに同情的と考えられた黒人が何人か、暴行を受けた。市の役人たちはすべて高派であったが、暴力を認めないと発言しても、ボートを止めることは、ほとんどやらなかった。7月27日の夜に、フェデラル・レパブリカンの編集者が戻ろうとした時、保護されていた、刑務所の留置室からボートに連れ出され、拷問を受けた。 アメリカ独立戦争の子参兵、ジェームズ・リンガンはこの時に受けた傷が元で死んだ。やはり、アメリカ独立戦争で英雄だったヘンリー・リーは、編集者たちを助けに行って、重傷を負い、その時受けた傷から回復することなく6年後に死んだ。戦争の反対者は、ボルティモアで反対を声に出して唱えることを止めた。ボルティモアの暴動は戦争の間の激しい反動の、 最高潮の時であり、その人気は1813年から1814年までは落ちてしまった。しかし、終戦後、イギリスとの平和条約調印直後に、ハートフォード会議の存在が明るみに出ると、合衆国の脱退と裏切りを考えていたとして、連邦党に対するより長期間の反動が起こった。連邦党は、国民的支持を得ることがなく、1816年の 大統領選挙に候補者を送ったのを最後に1820年代終わり頃までに完全に消えていった。米英戦争はアメリカ合衆国となって初めての公式の戦争であり、このために反戦感情も初めて広く広まった。米英戦争での反戦運動と後の戦争での反戦運動に直接の連続性はほとんどない。これは反戦の主流であった。 連邦等が戦後間もなく崩壊してしまったからである。しかし、その後1815年にニューヨーク平和協会が設立されることになり、同じような戦争が将来起こることを阻止する動きを始めた。ニューヨーク平和協会は合衆国で初めての平和団体であり、様々に形を変えて1940年まで続いた。他にも多くの反戦団体が作られ、最後は、 国全体にわたるアメリカ平和協会が作られた今日も続いている。アメリカ平和協会はニューヨーク州、メイン州、ニューハンプシャー州及びマサチューセッツ州の平和協会が合併して1828年に作られた。米英戦争は20世紀にアメリカが関わった戦争ほどよく知られていないが、ハートフォード会議に集まったように選挙で選ばれた大議員を巻き込み、 合衆国から脱退まで考えるような反対運動は他の戦争では起こっていない。しかし、米英戦争の反戦運動では、ベトナム戦争やイラク戦争の時のように、選挙政党とは無縁な組織による大衆の街頭でもといった大衆の抗議運動は起こらなかった。それにもかかわらず、歴史家のドナルド・アール・ヒッキーは、米英戦争はアメリカで最も不人気な戦争である。 この国の歴史の中でもベトナム戦争を含む他の戦争より激しい反対を生んだと指摘している。ありがとうございます。